今日は私のお友達にお越しいただいております。実は1年以上前に全く別の情報で別のお名前で出ていただいてたんですけども、今日はですねサクセスボディメイクの施術者として早見玲さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いいたします。お願いいたします。前回は地域猫活動ということで、はい、地域の猫ちゃんたちのボランティア活動ということで本名でご登場いただいたんですが、はい、今日はまさにお仕事ということで、はい、ありがとうございます。昔からお使いのお名前早見玲さんとしてお越しいただきました。はい、で昔のお仕事をご紹介してもいいですか。はい、はい、SKD って皆さんご存知でしょうかね。松竹歌劇団ですよね。はい、何年間所属されてたんでしょうか。11年ですね。踊って歌って、そして、まあ、演技もあったんですよね。まあ、演技は、まあ、たまにですけど、うん、ダンサー踊りということがメインでやらせていただいてました。うん、そうですよね。はい、でも大好きだったその世界からはお怪我をされたことで引退され、はい、そして地域猫活動やさまざまなことを経て今に至ると思うんですけども、はい、今私が今日ぜひご紹介したいと思ってたこのサクセスボディメイク、うん、一言で言うとどんなものなんでしょうか。メスなしで痛みもなく、はい、全身を、ま、骨格矯正していく、ま、美しく、ま、女性は美しくなると、はい、波動が上がってさらに幸せを引き寄せるので、はい、そのお手伝いですね。はい、素敵ですよね。はい、私も実際に受けさせていただいて、ま、痛みがなくっていうのはところどころやっぱりその普段動かしてないところを動かしたりする部分でのあちょっと痛いっていうのはあるんですけども、もちろん我慢できない痛みとかではなく施術していただくと2時間弱くらいでしょうかね、はい、体はすっきりするし頭もすっきりするし、実際鏡で見ると自分の状態が変わってるのが分かる、はい、か手で触れても分かるっていう感じだったんですけども、これやっぱり今までの長い早見さんとしての歴史があってこそっていうふうにちょっと思うんですけど、ご本人的にはどうですか。そうですね、このサクセスボディメイクにたどり着くまでに、はい、私はやっぱり SKT 時代に本当に怪我が多くて、あの痛みと治療の戦いだったんですね。でも舞台に立ってると楽しいのでそれを忘れられてやってきたっていうことだったんですけど、はい、やはりあの心が元気でも体が痛みとかで辛かったりすると、はい、うん、どうしても心が元気な状態も引っ張られちゃう。そうですよね。でやっぱり体基本、うん、私たちは生きてる間この体は乗り物なので、ここをきちんと整えていくことがずっと必要だなって思ってたんですね、うん、はい、で何がないかな何かないかな、今まで私が SKD で培ってきたものを、はい、治療で得た自分の、うん、なんか技術というか得たもの、自分で体感して得たもの、はい、それ以外で何かもっともっとってずっと思い続けてたんですね、はい、そこにボディメイクサクセスボディメイクというのに知り合って、はい、もう一瞬でこれだって本当に思って、はい、もうそこに飛び込んでいったんですね。そうなんですね、はい、で最初にまずしていただけるのがかかとの矯正じゃないですか、はい、足首というかかかとというか、はい、はい、これはなんかすごく意外だったんですよ私としては、うんうん、お客さんも他の方もおっしゃいません。はい、はい、なぜかかとなんでしょうか。はい、あの普通皆さん腰が要で、体は腰が大事だっておっしゃってる方多いと思ってる方も多いんですけど、重要なのがかかとなんですね。それはなぜかというと、はい、高い高層ビルがどうしてちゃんと立ってるか、曲がらずに倒れずに立ってるかっていうと、はい、やっぱり杭が下までちゃんと取ってあのそうですね、地面まで、そうですね、深く深く、はい、なので、うん、人間はそこがかかとなんです。なるほど。そこをちゃんとしとけば腰が悪いのもこう治っていく、肩が悪いのもちゃんと元に戻っていく。でもかかとをちゃんとやらないで腰とか上ばっかりをやっていったら、かかとが曲がっているのに、ここだけ、ま、直してもまた元にこう調整をこうかけていくの、人間の体って。はい、なのでまたこうどんどん背骨も含めてどんどんこう歪んでくるっていう形しまうわけですね。だからなので一番下である基本であるかかとからまず施術は始めると、はい、なのでその施術の時とかにも実は早見さんの場合
霊気の技術であったりとか、はい、いろいろなヒーリング技術がそこに盛り込まれてますよね、はい、これはオリジナルですか？はい、すごい、はい、なのでおそらくこのサクセスボディメイクを取得されて提供されていらっしゃる施術者って他にもいらっしゃると思うんですけど、はい、そこのプラスアルファの部分がやっぱり大きいかなって私は受けてみて感じたんですよ。ありがとうございます。はい、で、まあ、霊気以外にも例えば音叉であるとか、はい、音叉ヒーリングとかも駆使されるじゃないですか、はい、あとはオリジナルのこう邪気を払っていくような、はい、いろいろな作業とかも加えてくださるので、はい、これは本当に合わせ技、同じ仮に2時間っていう施術時間だったとしてもすごい効果が出てるんじゃないかと思うんですよ。ありがとうございます、うん、いえいえとんでもないです。はい、そしてですね、まあ本当に触ってみてくださいってよしよしでおっしゃるじゃないですか、はいはい、うん、右と左と例えば腰の部分でもどっちに違和感ありますかとか、はい、そして違和感のある方から施術してくださいますよね。はい、はい、それやっぱり効果が分かりやすいからですか？そうですね、うんうん、悪い方とか下がってる方とか、はい、そこをまず先にやってどれだけ違いが出たかを手でちゃんと触って体感していただいて、はい、自分で確認していただく作業、うんうん、いくら手術した方がね、私の方から良くなってますよって言ってもあのね、施術されてる方が感じなければそれは全く響かないので、まず自分で確かめてもらう、はい、で確認してもらう、はい、で、はあ変わってる、そうですね、うん、でまた片方をやるとまたちょっとずつずれてくるので、私の場合はちょうど同じになるようにそこまで、はい、その1回ごとやらせていただいて、うん、そうですね、はい、なので、まあ、部分右だったり左だったり、うん、自分の中で違和感がある方をお伝えすると、まず違和感がある方を施術、片側施術、はい、そしてそれが終わったら今度左側、右からだったら左側、はい、で今度そうすると左の方がそうそう、またちょっと変わるとかっていうことで、うん、そうするとまた右側が変わるっていうような繰り返しで、はい、完全に左右が揃うように施術していただけるじゃないですか、はい、で特にすごいなと思ったのがお腹周り、あれは押してるんですかね。そうですね、うん、こう押す感じですね、はい、で吐いてください、吸ってくださいっておっしゃっていただく通りに呼吸をしながら押していただくと、はい、痛みがなかったものが吹き上がってきたり、それがまた落ち着いてきたり、はい、あれは何なんでしょうね。エネルギー調整、あと浄化、はい、だいたいおへその下の丹田のあたりに古いエネルギーとか、はい、いろんな自分の負のマイナスエネルギーがたまりやすいので、はい、そこも私はボディメイクをさせていただいてて、ここはとても心の部分で重要だと思っているので、うん、はい、私はそこ結構聞きながら丁寧にやらせていただいてます。そうすると自然にボディメイクをやりながらの、その、はい、さらに重要な部分をやっているので、バストがアップして、まあ、お腹もへっこんで、うん、はい、っていうことにもさらに大きく結びつく。なので骨格矯正って最初おっしゃっていただきましたけど、はい、骨格矯正ももちろんしつつ、本当にまさにボディメイクですよね。そうですね、体型が変わってきますよね、はい、ちなみにこれでも1回やっていただいてどのくらい持続するものなんでしょう。私の場合は今までやらせていただいた方はだいたい10日は継続して、長い方もちょっとすごい持ってる、はい、1ヶ月弱でも変わらないんですっていう方もいらしたので、はい、あとジーパンとかも履いてきたのがブカブカになって、嘘信じられないとかおっしゃった方もいて、結構持続してたっていうのもあるんですが、はい、形状記憶元に戻るので、人間はどうしても、形状記憶するためには完全に元に戻るより前に、はい、ちょっとは戻るかもしれないけど、そのちょっとあたりぐらいにやったか、1週間から10日、まあ、10日ぐらいに1回は、最初は6回ぐらいは続けて継続して、うん、であとは自分が整って自分の OK のラインになったら、はい、まあ、1ヶ月に1回でも2ヶ月に1回でもやりたいときにいらしてくだされば OK です、うん、なるほど。そしてさらにセルフで自分自身でケアできる方法もアドバイスしてくださるじゃないですか、はい、なのでそれをちゃんと自宅に帰ってから、そうすると継続長くなります。長くなりますよね、はい、うん、なのでせっかく綺麗にしていただいたのでね、持続したいなというふうに思ってるんですよ、はい、ぜひ。そして今日これ聞いてくださった方が
やってみたいって思われる方がいたら、はい、どうしたらいいですか？はい、今ここで撮影させていただいているのが、はい、早稲田のオアシスハウスというところなんですが、はい、私自宅でもやってるんですけど、ここはさらにとても波動がよくて心地よい空間なんですね、はい、なのでタックル組んで、はい、この心地よさも味わってほしいということで、うん、新たにこちらでも開始させていただくことになりましたので、うん、ぜひぜひ、はい、そうですね。そして早見さんの場合スピリチュアルライフコーチングっていう心のケアっていうか、はい、未来へ向けての自分を作っていくためのお手伝いっていうお仕事されてらっしゃるので、はい、これ本当に冒頭でおっしゃられたように心と体両輪ですよね、はい、両方とも見ていただけるので、はい、ぜひ本当にチャンスを作って、はい、早見さんに会いに来ていただきたいですね。本当にこれからがすごく楽しみだなと思いますので、いろんな情報、はい、うちのホームページに料金のこととかも貼っておきますので、はいはい、ご興味のある方は、はい、ぜひ足を運んでいただけたらいいかなっていうふうに思ってますけど、はいはい、何か最後に一言ありますか？女性性の時代なので、はい、女性の人はみんな綺麗になって輝いて、はい、男性をさらに応援するような形で、みんな幸せな世の中に動物たちも、はい、その世界になっていくことを私はいつも思っているので、はい、そこにみんなで行きましょう。わかりました。じゃあまた新しい特報があったらば、はい、ちょっとお話を伺いたいと思いますので、ぜひまたその時によろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。